オーロラ計画は2001年に定まった欧州宇宙機関の有人宇宙飛行計画である。一番目の目的は無人宇宙船、有人宇宙船を用いた欧州の長期的な太陽系探査計画を開始、発展することである。二番目の目的は地球外生命を探索することである。参加国は5年ごとにオーロラ計画への参加意思を表明し、 その後は参加レベルを変更したり、完全に撤退したりすることができる。初期には、オーロラ計画では、エクソマーズやネクストのような機関的なミッションを計画し、地球への大気圏再突入カプセルや火星の大気による空力ブレーキのような重要技術を実証する、アローミッションを計画していた。近年では、エサは、オーロラエクスプロレーションプログラムや単に、 エクスプロレーションプログラムという名称を用いることが多くなったが、有人宇宙飛行という長期的な目標は変えておらず、この分野の基礎技術開発を続け、をエクソマーズや国際的なマーズサンプル、リターンミッションに最新のスラスタを提供している。大西洋の両側での資金不足により、火星の無人探査計画はアメリカ航空宇宙局と合同で行うことが増えた。 2009年6月29日から30日にプリマスで行われた会議でエサとナサは2016年2018オーロラ計画の主力であったエクソマーズは明確にメジの一部となることはなかったがその科学機器の大部分はメジに組み込まれたしかしオーロラ計画に多大な出資をしていたイタリア宇宙機関は特に将来の惑星探査における 欧州の独立性の創出など、メジにおける協力体制について疑念を表明した。オーロラ計画では、現在、ロシア連邦宇宙局との合同で2つのミッションが提案されている。これらは、2016年と2018年の打ち上げが予定されている。エクソマーズの模型第一期では、無人探査に焦点が当てられた。餌は、オーロラ計画のいくつかのミッションを、 期間ミッションと位置づけている。最初の期間ミッションは火星への無人探査であるエクソワーズである。この計画には火星周回機、効果モジュール、火星ローバーが含まれる。2005年9月30日時点でのオーロラ計画の期間ミッションは次の2つである。アローミッションは期間ミッションに必要な特定の技術を開発するミッションである。 2003年1月30日時点で承認されたアローミッションは以下の通りである。2007年3月9日、エサは2015年から2018年の打ち上げを予定するネクストエクスプロレーションサイエンステクノロジーへの提案の募集を始めた。ネクストでは将来のマーズサンプルリターンミッションに必要な正確な着陸技術等の技術の実証を行う。 ありがとうございます。